ろしくお願いします。はい、お願いします。今日は非常に楽しみにしております。ありがとうございます。あの3つの改革について1年でやるって断言された。はい。長年の懸案を1年で決着させると、まあ、次元を切られた。潔いと思うし、まあ、非常に小泉進次郎これがって思いました。ただ同時にこう思うんですね。よくよく考えてみたら時間は1年より短いんじゃないかと。なぜなら来年7月に参院選がある。で当然その前に通常国会の論戦が待ってますね。そうすると実は7月の参院選の前には実は決着させて参院選で、まあ、信を問うというよりは信を問われるわけですけども、参院選の前には実は決着させることになりませんか。まあ、この国会のスケジュールも含めてどのようにこの3つを課題解決をしていくかというのは、まあ少なくとも私が仮に勝った場合は政権としての最優先課題として位置づけるわけですから、これは先日の6日の記者会見においてもあの3つ以外のこれもやるべきじゃないかという話とかが記者さんからもありましたけども、明確にいや私の政権はまずはこの3つを課題解決しなければ次はないと、さらなる改革はない、そこに明確に位置づけているのはやはり長年議論をし続けてきて答えを出していない課題に最優先に政治資源を投入したい、その思いからなので、1年で3つ、これは曽我さんのように長年政治の世界に生きてきた方ほどいやそれは無理だろうと思うスケジュールかもしれませんが、私が圧倒的に加速をさせなければ次の世代に間に合わないって話をしたのは、そのスピード感も階段上がるスピードではなくて2段跳び3段跳びもしくはエレベーターでぐっと非連続のスピードに上げていかないと、もはや課題処理が次の世代と時代の変化に合わないっていうこの強い問題意識なんですね。だからそこの方針を自民党内そして霞が関全体にしっかりと明確に、あこの政権ができたらそういう働き方をするんだ、ここを明確にしていかなければ実現できないと思うので明確にしたところです。ありました。ご意思よく分かりました。で私長年政治見てますけど、はい、スピード感はすごい重要だと思います、はい、ただ今ご意思をお話しされましたけど、やっぱり政党政治には筋がある。先ほど小泉さんは早く信を問いたいと、国民に信を問いたいんだとおっしゃいました。非常に正しいと思います。時期を聞いてるんじゃないんです。こうだと思うんですね。一般の国民有権者から見たら、はい、今この9月に2つの党、自民党と立憲民主党で党選が行われている。でおそらく近い将来衆院選がある、政権選択ができる。でその後に1年で改革をすると言ってる総理が仮に生まれて、つまり小泉さんが総理になった時に、そうかなるほどとこうも国会の審議をよく聞いて、まさにその実績評価ができる参院選で投票したいんだと、はい、私はそういう有権者の意識っていうのを小泉さんには喚起してほしい、だからもう一度聞きます、うん、7月の参院選前に決着させるんですね。決着をさせたい、その思いで私は1年で3つと言いました。なるほど。先ほどの別姓で言えばあれは国会に法案を提出をする、そういうふうに言いました。 なので今まで一度も国会に法案を提出したことはないんです、はいはい、そしてその中で国会の場において与党野党問わず一人一人が向き合う機会を作るんです。なるほ なるほど、よくわかりました、はい、そこまでおっしゃったんだったらこう聞きます、はい、3つの改革を1年でやるって言った時に、まあ、おそらく私が若い記者だったとしても聞くでしょう、政治責任はどうなるんだと。私政治責任を聞く必要はないと思う。なぜなら参院選の結果で責任を問われるわけだから。ということはこういうことですね。つまりおっしゃった1年の公約は参院選の結果としてそこに国民の投票が出てくる、結果が出てくる、それによって政治責任が問うか、政治責任を取るかどうかが決まるというふうに取っていいですね。これは私が1年と言ってる中で、はいはい、もしもそれが絶対にできないと思ったら言いません、うん、なるほど。よく6日の表明以降できなかったらどうするんですかばかり聞かれるんですけども、うん、それはできると思ってるから言ってるわけで、そしてやることに全力を傾けて実現をしていくっていうのが政治の責任だと思うので、私はそこに対しては1年でやります、そういったことを、まずはここでしっかり明確にしておきたいと思います。なるほど。
分かりました。個人的に言うとですね、はい、非常に安心したというか納得したわけじゃないんですけど、はい、そうかと思ったのは、私はその1年って言った時に、その今言った党首選と衆院選と参院選までの地続きの政治日程を頭に入れた上で1年って言ったのかどうかが聞きたかったんです、うん、今聞いたら明らかに考えておっしゃってたから、まあ勝手に言えば参院選で政治責任を取るかどうかが決まるというご認識をお持ちだったとしたら、非常にこれはね、なかなか高等テクニックで曽我さんは聞いてきてるんですけど、これで見出しとして参議院選で責任を取るみたいなことは全く間違いだってことをまず言っておきます。はい、そういうことを言ってるわけではなくて、今まで政治の中で言ってこなかったことが、1年という期限を区切って1年で1個やるのも大変な課題に対して3つと言っていることなんです。でこれは総理のメッセージは非常に重いです。ただその裏腹で総理のメッセージがシンプルで明確なほど霞が関は動きます。一番困るのは何がやりたいかわからないってことが一番動くこと側は困るんです。私これだけ明確に言ってますから、仮にですよ、私が総理総裁になったら、今霞が関がみんな何を思うかといえば、絶対この人解散すると思ってるんですよ。しますよ。そしたら動きやすいじゃないですか、総務省も含めて。分かりました。ただ逆に言えば政権のご意思がそうだとすると、やっぱり有権者は審判する、実績評価する、そういうその機会は必要ですよね、政党政治的に言えば。だから私、それが解散なんじゃないですか。いや、解散は政権選択選挙で、改革をするといった約束が守られたかどうかという実績を評価するのは参院選ではないですか。そこは選挙の機会で何を軸に判断をするかっていうのは、これは有権者が決めることじゃないですか。そうですね、全くそうです。有権者は政策を見ている有権者もいれば、それとは違う選び方をしている方もいますので、ただ選挙の時に何を問いたいというメッセージを発信するのは、それはその真を問う側が、私はこれを問いたいっていう、そういう表現、これは私は大切なことだと思います。実績評価型の参院選で自分が決着するとした3つの改革について、その実績度合いを審判してほしいと思いますか。これは今日曽我さんの関心事は参院選だってことがよく分かったんですけど、今目の前の衆議院選挙の機会を、私は勝った暁にはできる限り早期に問おうと言ってるんです。なのでその先にこの選挙勝たなかったらいけないんですから、この選挙勝たなかったら来年の参議院選挙今語ってる場合じゃないですよ。まあそうですね。なるほど。じゃあ改めてちょっと繰り返しになってきましたけど、まあ、私は1年でやると、政治っていうのはもうずっとおっしゃってる通り、やっぱり現実があるから、その現実でどうやって国民の支持を取り付け、霞が関含めて政権が束ねて権力を、結果を出すってことであれば、やっぱり参院選のことを考えていたかどうかを知りたかっただけなんですね。ですから、まあ、ちょっと最後の方でどういう見出しを立てるかってとこまでご興味があるようだったけど、私もそこでは態度ございませんので、政治家ってだいぶ中身と見出しの違いで痛い目見てますから。それで最後に言い訳は、見出しをつけてる人は私じゃありませんって言われちゃうんですから。ああ、なるほどね。まあそれは別として、参院選のことについてはじゃあこう言っておきましょう。最後にお考えになっていただきたい、やっぱり国民が小泉さんの意思、総理になった場合ですけどね、それをきっちり実績評価できることに対しては正面から向き合うのが、私は小泉進次郎だと思ってますんで。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。はい、でもう一点です。これは実はですね、候補者皆さんに伺ってます。とてもシンプルに聞きます。はいはい、総裁選でこの派閥政治が否定されている総裁選で、実際に決選投票を含めてですね、これは家庭の問題じゃなくて姿勢の問題とお伺いしたいんですけど、基本的には仲間を含めて個々の国会議員の自主投票に任せますか、それとも決選投票に行こうが行く前が、やっぱある程度自分に入れてくれた人、それに対してはユニットで自分の考えを表明して、まあ、統一行動を取るなり、ユニットとして動かしたい、あるいは呼びかける、どちらを選択されますか。これって曽我さん、その問いを聞く相手は僕じゃないんじゃないですか。それってまとめ上げてた派閥の人とかに聞く質問じゃないですか。いや、そんなことないです。私15年間無派閥ですから、今まで総裁選何度も経験する中で、私が束ねたことないんですよ。なるほど。じゃあもうちょい具体的にいきますね。
まあ、前半これでと思ってますけど、新しい総裁選なのでこういう形があるかもしれません。候補が他の候補に対して共闘を呼びかける、政策中心に、これってありだと思うんですよ。これ派閥ではないから、私が言った自主投票なのか、まあ、一種呼びかけるのか、もう本当に完全に任せるのか、はい、それともある程度自分の仲間たちを大切にして統一行動を呼びかけるかっていったのは、昔でいう派閥で動くんじゃなくて、ユニットで動かす可能性は十分あると思うんですよ。だからまあ自主投票なのか呼びかけ型なのかって、そっちは どちらですか。それもだから候補者に聞くことなんですかね。いや、僕は候補者に聞いとくべきことだと思いますよ。いや、それはまず候補者って1回戦全員勝ち上がろうと思ってるわけですよ。全くそう思いますよ。それでその前に1回戦で決められるんだったら、こんなにありがたいことないわけですよ。そうですね。ただそうじゃなかった場合っていうことは、あなたは通る可能性がありますか、通らない可能性がありますか、これを事前に話すって、こんなに本気で戦ってる方々に失礼なことないですよね。なるほど。そうすると決選投票になった場合も時間短いですよね。だからまさに答えをおっしゃっていて、これまでは派閥が動かしてたから、決選投票になっても派閥で動いてた。でおそらく国民を見てるのはそこなんで、それがまた起きるんじゃないかどうかと。小泉さんがまさに私に聞くことじゃないって言ったってことは、逆に言えばそういう総裁選のやり方を決してやらないとおっしゃってるわけですよね。それはこれ曽我さん全部分かって私に聞いてると思うんですけど、政治ってやらないって言ったってやってる人いるし、なるほど、一人で判断する人もいれば、やっぱりお伺いを立てる人もいるし、なるほど、ただ私は候補者の立場心境っていうのはどういう心境かというと、なるほど、どのようなしがらみがあったとしても最後は本気で訴えて、何かの考えるきっかけの中であいつに託してみようって思ってもらえる、その純粋な思いも持ちながら訴えたんですよ。 なので候補者の立場からすれば、その思いが届けと思って、全ての人に一人でも多くの方に応援してもらいたい、その思いを持って戦ってます。分かりました、はい。まあ、いずれにしてもじゃあその言葉をもとに出題していこうと思ってますので、はい、まずありがとうございました。